り不安に思わないでください。ごめんなさい、緊張してしまって。心配はありません、うまくいくはずです。タロスもラプンツェルもいますから。大丈夫ですよね？もちろんです。チャイムのことは心配無用です。ここで終わったりはしませんわ。私もそう思いますが。そんなに不安がっていては簡単なこともし損じるぞ。不安なんです。仕方ないでしょ。もう少し落ち着きを持つといい。落ち着き、どこだ。見ただろう、あれぐらいの余裕がなくては。皆さんもピルグリムなんですか？まあそう呼ばれているようだ。助けてくださりありがとうございます。本当にダメかと思いました。礼には及ばぬさ。地上で生きている数少ない仲間を助けただけだ。始まってからどれだけ経った？1時間ぐらいです。そうか、心配するな。ニケは頭を切られた程度で死にはしない。今のところはそういうことだ。二人とも励まそうとしてくれてるんですよね？そうだ。先ほどから気になっていたが、マリアンは随分落ち着いたようだ。成長が早いとは知っていたが、ここまで短時間で。成長期だからな。いや、それにしても早すぎではないかい？成長期には腹が減る。受け取れ、心血を注いで作ったムカデ団子だ。そんなに貴重なものを。ありがとうございます、スノーホワイト。会話が全く噛み合ってない気がするんですが。クラン。はい。これからどうするつもりだ？この場を守りますわ。一時的にはしのげるだろう。それは問題ではない。しかし私たちの力には限りがある。奴らはそうではない。いつか限界が来る。盤面をひっくり返せる何かがいるな。あの数を相手にするのはいくら私たちでも無理があろう。最良の方法はリーダーを倒すことですわね。王国の外へ城を捨てて攻めるということかい？そういう戦も嫌いではない。分の悪い戦いこそ心が躍る。ここが何もない僻地なら私もそうしただろう。あの種は重要なものだ。ここを放棄することはできない。あれの準備は進んでいるのか？いいえ、まだ1年は必要です。使うのは難しいか。ではどうしましょうか？チャイムを待ちますわ。チャイムは私の秘書であり、この王国の頭脳です。この状況を打ち破る妙案を何か持っているに違いありませんわ。分かった。では私は見張りをしていよう。食事だけ用意してもらえるとありがたい。そのことはご心配なく。そういうことなら私も風に当たってこようかね。はぐれているものがいればついでに切っておこう。王国の者たちは少し休んでおくがいい。キロ。はい。あの方たちが通ってきた隠し通路がありますわ。タロスの大きさならどうにか通れるでしょう。それだけですわ。その道開けっぱなしなんですか？ええ。あのチャイムの姿がまだ頭から離れません。正直すごく怖いです。でも
も皆さんを置いてはいけません。キロ、どれだけお役に立てるか分かりませんが、できるところまでやってみます。わかりました。私もその答えが聞きたいと思っていましたわ。終わりました。どうだったんですか。神経センサーおよび動力の縫合に成功しました。理論上外傷は残っていません。機能は正常です。まだ目覚めてはいませんが、妊婦の定着まで時間がかかっているのだと思います。早晩目を覚ましたはずです。早晩、何時頃でしょうか。具体的な時間じゃなくて、近いうちにという意味です。私も分かっていましたわ。少しでも早い方がいいということですわ。はい、そうですね。ところで、グレンとスノーホワイトは？見張りに行きました。そうですか。相変わらず休もうとしないようですね。すごいですよね。うん、マリアンですよね。はい、ラプンツェル。まあ、いつの間にか大きくなりましたね。そうでしょ。これは？あなたが成長したら見せようと思っていた秘蔵のコレクションです。刺激が強いですから、しっかり心の準備をして見てくださいね。はい。タロス、あれ、何かスキャンできる？プライバシー保護のため回答は差し控えます。何なんだろう。皆さんは少しお休みください。私も見張りに立ちます。タッチ。そういえば背筋を伸ばして見張りをする様子は。どうしたんだろう。やっぱりピルグリムって何か違うのかな。難しそうだ。ああ、勝算は低い。短期決戦でヘレティックの撃破を狙えばどうでしょう。一度はなんとかなるであろうな。問題はその後だ。ラプチャーどもは押し寄せてくるし、ヘレティックは再生する。残っていたアンチウィンドウはあいつに渡した。今の私たちにはヘレティックを完全に打ち倒せる手段がない。坊ちゃんを呼んではどうだい。アークの方でも何かあったようです。おそらく手が回らないでしょう。連絡は何度か試しましたが届きません。通信状態が悪いのでしょうか。エデンの方はどうでしょうか。エデンか。スノーホワイトが何と言うやら。ダメだ。だろうな。ひとまずこの場を守って様子を見る。ああ、それしかあるまい。あちらから仕掛けてこなければよいのですが。行きましょう。ヒロジメの誘いか。ええ。もう少し遊ぶと言っていなかったか。そのつもりでしたが、馬に蹴られたので。ずいぶん応えたようだが。どうかギブ、私は誰かにここまでの殺意を覚えたのは初めてです。私も少しくらい本能に忠実になってみてもいいかと。お前ほど本能で動いている者はなかなかいないと思うがな。それで来ないのですか。付き合ってやる理由があるか。徹底的に蹂躙しますよ。力の差を見せつけられた後、恐怖に怯えて死ぬ様を見たいので。
元にはいかないはずだ。巡礼者どもが3体合流した。ケゴアイチ。所詮は人間もどきでしょ。まあいい。ロッティアの正しい。マリアムには触れるな。命令するつもりですか。いいえ、協力を頼んだだけだ。わかりました。難しいことでもありませんし、それでは始めましょうか。グレン、ラプンツェル来たか。準備をします。揺れていますわね。誰かがお腹を空かせているのですか。ラプチャーたちが来ています。こんなに早く。チャイムの安全は。タロス、最も安全だと思われる場所で回復中です。ただし王国そのものが破壊された場合はその限りではありません。そういう不吉なことはわざわざ言わないの。食い止めます。行きましょう。はい。夕べはよく眠れましたか。あ、はい。まあよく寝られました。それは良かったですわ。食事はお口に合いますか。はい、とても。地上の食べ物は初めてでしたが美味しいですね。素材が違うからでしょうか。素材の違いだけではないのだ。私が料理したからなのだ。この私がなのだ。やはりチャイムの料理の腕は日々成長していますわね。身に余るお言葉でございます、お嬢様。チャイム、マリアン、今日の予定はいかがですか。私は特に何もありません。最近は風が強いので落ち葉の掃除でもしようかなと思います。私はキロについて王国の外へ行こうかと思っております。仕事を教える必要もございますので。え、昨日説明したのだ。王国の外に出て使えそうなものを集めるのだ。王国の外。私はここにいたらダメですか。まだタロスも回復してないし。貴様、働かざる者食うべからずなのだ。民にの退場は王国のために働くのだ。クラウン、王国の外について行ってあげられませんか。ええ、そうですわね。民の初仕事を支えることも王の責務のうちでしょう。喜んで同行しますわ。おお、お嬢様にご同行いただけるとは光栄でございます。では留守をお願いしますわ。はい、待ってます。ふむ。ではあのロボットは地上で長時間活動するために作られたのだ。はい、チャージが必要ですが、動力源はニケと同規格のコアなので長持ちします。ナノコーティングがあるので簡単な自己修復も可能です。内蔵されている AI がどんな状況でもサポートしてくれます。ふむ、だが弾薬などは限りがあるのだ。地上で長期間過ごすのは難しいはずなのだ。はい、生産機能があるんです。 3D プリントの機能もあって簡単なものは作れます。だからタロスの弾薬は普通とは素材が違って。なぜそんなに見つめて。素晴らしい才能なのだ。まさしく
王国が必要とする方ですわね。はい、私がですか。ところで他の2機も乗れたりするのだ。あ、いえ、操縦できるのは私だけです。では仕事を始めるのだ。この辺りを歩いて使えそうなものを何でも拾ってくるのだ。使えそうなものってどうやって判断するんですか。バッテリーが最優先なのだ。その次は電子機器なのだ。あとは金属、木材なのだ。何に使うんですか。いろいろなのだ。バッテリーや電子機器はいくらあっても足りないし、他は王国の補修に使うのだ。王国の補修。そうなのだ。王国はもともと観光地として使われていた人工島の古城なのだ。古い建物だから修復が必要な場所だらけなのだ。とりあえず分かりました。でもまさかいちいち見て探して手作業で拾うんですか。当然なのだ。欲しいものを手に入れるためには労働が必要になりますもの。運が良ければ両手いっぱいに収穫を持ち帰れることもありますわ。ではあちらの方へ行ってみるのだ。ちょっと待っててください。タロス、オブジェクトスキャン、半径 2km、 バッテリーと電子機器を全部チェック。機能の 50% 以上が生きているもので。了解しました。スキャン完了。42個のオブジェクトが検知されました。よし、じゃあ移動。ん？何をしているのだ。ここで少し待っててもらえますか。すぐ戻ってきます。なに、それでは危ないのだ。すぐ戻りますから。まさかタロスのスキャンで見つけました。最低限の性能なので大したものじゃないですが。素晴らしいですわ。これだけあれば1週間は出かけなくても大丈夫そうです。そうですわね。少し暇にできそうなほどですわ。お疲れ様でした、キロ。はい。レンガの崩れた部分が見えるのだ。この漆喰を使って形をきれいに整えないといけないのだ。古い城壁だからすぐに補修しないと危ないし、王国の威厳も失われてしまうのだ。そういうことなら、タロス、崩れた壁の穴をスキャンしたら 3D プリンターで形を合わせて。素材はこの漆喰を使って。了解しました。作成完了しました。これを壁の隙間に埋めれば形が合いませんか。ぴったりなのだ。すごいのだ。お前は本当にできる神なのだ。言ったでしょ、その気になればいつでも入れると。崩れた城壁からラプチャーが侵入してきます。スノーホワイト、ラプンツェル、城壁でラプチャーを食い止めておくれ。できれば穴も埋めてしまうのだ。あのヘレティックは私が相手をしよう。一人でやれるか。差しの勝負がしたい。一対一であれば誰にも負けはしないさ。そのはずだが。たった一人で私と戦うつもりですか。大した自信です。それはどうかね。一人で城の中に飛び込む自信家にはかなわぬと思うわ。それだけの実力がありますので
奇遇だね。こちらもだ。そうですか。早く終わらせましょう。私はそちらの王に用がありますので。マリア、キロ、私たちはこちらです。はい。勝率の計算結果をお聞きになりますか？いらない。勝率が高いならとっくに教えてくれてるでしょ。正しい推測です。勝率は高くありません。マリア、少し話をしないか？どうして私の名前を？そこまでです。私の民に話しかけてはなりません。ここから立ち去るのです。お前が王か？その通り。私がクラウン、このクラウン王国を滑る王ですわ。ではお前が消えれば王国は滅亡というわけだ。そうなれば次の王が引き継ぐでしょう。王様ごっこに夢中のようだな。いいだろう。邪魔者を先に始末してやる。誰かと話すときは静かな方がいいからな。気が合いますわね。そういうわけですから、口が大きくて騒がしいあなたにはここから立ち去っていただきます。なるほど。大口を叩くだけのことはある。マリア、私の名前を呼ばないでください。お前はここにいるべきではない。思い出せ、自分が何者か、どういう存在か。お前の起源、お前の生きる目的を。マリアンから離れて。大事な話をしているところで。左腕、中破。一発で。動力不足によりナノコーティングが活性化されていません。特殊個体の攻撃が命中した場合、致命的なダメージになります。ご注意ください。もし操縦席に当たったらどうなるの？私は即座に機能停止し、操縦席のキロ様は死亡するでしょう。一度で戦意をなくしたく、鋼の体を持ちながら、さらに別の鋼の後ろに隠れる臆病者め。なんだ。キロ、バカにしないでください。この力、そうか、始まっていたか。本当に口数が多い方ですわね。急ぐ必要はなかったようだ。王とやら、マリアンの正体を知っているのか？当然ですわ。ほう、ならば、なぜだ？私は王、マリアンはその民だからですよ。王は民を選びません。大したものだ。それほどでも。よ
休んで、あとは時を待つだけだ。マリアン、頭が痛いです。タロス、マリアンの状態を確認して。スキャンできません、原因不明です。わ、じゃあ何ならできるの。私は戦闘および生存支援に特化した機能を持っています。そういう話じゃなくて。キロ、マリアンを任せます。安全な場所へ。安全な場所ってどこですか。あなたが守っている場所です。それが一番安全なはずですわ。見てたじゃないですか。私は何も。信じていますよ。私にどうしろって。私は何もできないのに。手をつなぐことで心身の安定をもたらせます。頑張ってください、マリアン。私に頑張れって言ってくれましたよね。頑張ります。だからマリアンも頑張ってください。剣というより無知に近いな。尻尾の先に刃か。趣味の悪い獲物だ。剣を振り回すなんて原始的すぎると思いませんか。その原始的な相手にかすり傷の一つもつけられていないではないか。では出力をもう少し上げてみましょうか。出力を上げれば音速も超えられますよ。程度か。つまらんな。何ですって。技、策も狙いもない。力任せに振り回すのも。こんなもの剣術と呼ぶにも及ばぬよ。と言ったか。やみくもに振り回す剣では光の速さを超えたとて意味がない。そうですか。何度でも作れば同じことです。君、そうして生きていくことにどれほどの意味がある。フシの実を傘に着て上を目指すでもなく、それをひけらかすだけの生き様に何の面白みがある。生意気に説教をするあなたのような存在をズタズタに引き裂く面白さがありますよ。そうか。ではここまでだな。そうですね。あなたはここで終わりです。不意打ちしか芸がないようですね。あなたこそ口がよく回りますこと。待っていましたよ。初めての経験でしたから。では無駄話はこれくらいにして、とっておきをお見せしましょうか。また巨大化するつもりですか。いいえ、あれは好きではありません。美しくないでしょ。この音、何かを吹き出しているのか。
私は超高濃度のエブラ粒子を放出することができるのです。効果のほどは皆さんご存知でしょ？通信の妨害、あるいは電気信号の遮断とも言えますね。濃度が上がれば精密機械である人間もどきは動けなくなり気を失います。卑劣な手をやっと真剣な顔が見られました。エブラ粒子があなたにとっては直接毒になるということですか？人間もどきにもいろいろとあるものですね。何と引き換えた代償でしょうね。その弱点は完璧な王など魅力がありませんもの。そうです、その通りですね。面白くなってきました。はい、いいことを思いつきました。今はここまでにしておきます。大丈夫かい？大丈夫ですわ。スノーホワイトとラプンツェルの支援に回ってください。承知した。休んでいたまえ。城壁の穴は別の一部を取り崩して塞いだ。しかし長くは持たないだろう。尽力に感謝いたしますわ。でもあいつらは本当に入ってきたければいつでも入れるみたいですね。現実的に見てここは単なる古い建築物だ。厚い城壁が少しは防壁の役割を果たすとはいえ、ラプチャー相手では気休めだ。次もこの規模で仕掛けられたら厳しいだろうな。それでも守り抜きますわ。あ、そう信じている。マリアンは？状態が安定して眠っています。ラプンツェルが様子を見ています。ストレスと疲労の蓄積らしいです。次の襲撃に備えて城壁の補修と武装の点検を。おそらく近いうちにまた大丈夫ですか？ええ、問題ありません。城壁の外からエブラ粒子が散布されているようだ。時間をかけて毒殺か。やはり趣味が悪い。皆さん、チャイムが目を覚ましました。縫合は無事に成功しました。耳は残念ですが形だけです。十分です。感謝いたしますわ。タロスも見事でしたわ。ありがとうございます。チャイム生き返って本当によかった。お前とタロスの頑張りだと聞いたのだ。礼を言うのだ。おかげで助かったのだ。やはりお前を連れてきて正解だったのだ。チャイム。ご嬢様。皆様、少々二人にしていただけますか？はい。チャイム、話しなさい。
言いたいことがあるのでしょ。私に証明してみせるのです、あなたが無力でないこと、そしてあなたを生かしておいたことをキャツラに後悔させるのです。クラウン王国の最初の民、王の秘書たるチャイムがどれほど恐るべき存在か、あなたを甘く見たことがどれほど愚かだったのか、思い知らせてやりましょう。信じていますわ。そしてその時には私もそばにいます。王国と民を辱めた者は決して許しませんわ。タロス、君って本当にすごいね。切れた首までつなげられるなんて本当に万能だよ。私は諦めてたのに。搭載する機能はキロの選択でした。実際にやったのは君でしょ、私じゃなくて。タロス、ここに残りたい？パイロット登録をチャイムに変えてここに残る？その方がいいよね。私なんかと一緒にいたら君もいい扱いはされないし、アークでどうでもいい仕事をやらされて成果も上げられずに廃棄されるぐらいなら ここにいた方がいいんじゃないでしょ。私のパイロットはキロだけです。それは変えられるでしょ。設定変更は面倒だけど不可能じゃないって知ってるよ。変更は可能です。しかし実行しません。なんで？私が望ましいことと判断しないからです。命令なら君に選択権はある？うん、演算中。ねえ、演算中。みんなも分かっていると思うが、このまま耐えていても拉致が開かないのだ。リーダーを討ち取るか、ラプチャーどもを一網打尽にする策が必要なのだ。しかし現状の戦力では難しいのだ。だから我々はこの場所自体を利用するのだ。この場所ですか？その通りなのだ。知ってる者もいると思うが、ここは昔観光地だった場所なのだ。詳しく言うと人工島に作られたリゾートだったのだ。100年以上の時間が経った今は陸続きのようになって見えるが、要は水場だった場所の地盤は不安定ということなのだ。今回あいつらの元に潜入した時も確かに確認できたのだ。この城の周りには崩しやすい地盤があるのだ。あれだけのラプチャーが密集していれば今はさらに不安定な状態のはずなのだ。そこで私たちの作戦はこうするのだ。
正門以外全ての城壁前の地面を崩す。王国へつながる道を正門だけに限定するのだ。そうすればこちらは正門に全戦力を集中できるのだ。それで正面衝突するのだ。正面衝突ですか？こんなのと。その通りなのだ。飛行する個体もいますし、ヘレティックと特殊個体は城壁を軽く飛び越えてましたが、正門ではなく他の場所から来られたら大変なことになるのでは。やつらは私たちを下に見てるのだ。おもちゃだとしか思われていないのだ。真っ向勝負を仕掛ければ必ず乗ってくるはずなのだ。正面から踏みつぶした方が楽しそうだと思うはずなのだ。以上、質問はあるのだ。もし正面衝突で負けたらどうなりますか？心配は無用ですわ。それはありません。その通りだ。当然であろう。戦況としてはいい方ですね。キロ。はい。タロスと爆弾の製造に取り掛かるのだ。王国の城壁全体を取り囲むから大量に必要になるのだ。わかりました。火薬なら支援しない。まだ大量に持ち合わせがある。それは感謝するのだ。急ぐのだ。時間はあまりないのだ。お嬢様の体調も優れないし、マリアも心配なのだ。はい。あの、その前にクラウン、少し話をさせてもらえませんか？